秒前です。10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1。この番組は有限会社高安酒販、紀の湾市飲食業組合の皆様の提供でお送りいたします。はい、それでは最初の曲ですね、アースウィンドアンドファイアファンタジー。来週最後ぐらい僕がリクエストして出て世紀末ぐらい流そうかな。苦情が来るかもしれない。子供たちが。いいの。老人形じゃなくて海に沈めてやろうか。レイジ、レイジトロピカルビーチ、大あれだぞ、クレームカウント、クレームカウント。あそこのサテライトビーチは一応クーラー効いてるんでしょ？あー、まあ効いてる、ついてはいるんですけど、ちょっと暑いですね。マジ？売店わかります？あー。あの売店の横っちょに、なんか宜野湾市の物産品が売ってるコーナーがあって、そのコーナーの窓側をちょっと一部借りてる感じなんですよ。あんまりクーラー効いてなくてちょっと暑い。密閉ってわけではないんだ。もう完全にオープンみたいな感じ。いやいやいや、一応窓があるんで、窓を開けたらあれですけど、一応はちゃんと密閉とされてます。ちょっと暑いと思います。マジ？来週休みにしようかな。水着できたらいいさ。だから終わった後、ビール飲んで、なあ、めっちゃいいですよ。もう本当にいつでもあのバーベキューの匂いが。マジで？もう二人じゃブーメランパンツな。バーベキューするんだったら私も入れてください。切っていい？切っていい？いいよ。俺ちょっと端っこ切ってからヒラヒラにしてるんだから。よく挨拶なして。あれ、徳ちゃん元気そうだなってちゃってんだ。元気じゃないよ。日焼けで体力失われてるから。あの写真すごかったでしょ。治ってるさ。今日あなたどんどんボロボロっちゃった。来週バーベキューしましょうか。マジで予約って入れないといけない。トレーナーズを急に言ったら予約は今からはどうでしょうね、結構1ヶ月前ぐらいから予約開始して、手入れるよ、あっち抽選とかするんですよ。あっちの海のそばになんちゃって持ってきてダメか、七輪とか持ってきて焼いたら怒られるかな。ダメなんですかね。いいんじゃないですか。ダメかな。持ち込みとかダメじゃない。ダメですかね、やっぱり。大きいのダメ、これがちっちゃいのだったらいいんじゃない。バレないように。携帯用のこの人。俺七輪持ってるよ。
最近おしゃれなやつありますよね、七輪。七輪だけどなんかちょっと緑とか。ああ。一応カラフルな。あるある。いやいや、おじちゃんはもう白の七輪でちゃんと。まああるのね。1500円ぐらいの。1500円。ああ、メイクマンに言ってるよ。嘘。あんたあんたあんた。CM 行きます。そろそろ。はい。七輪でピザ焼こう。ラーメンかかるから。炙り寿司も。炙り寿司サーモンとか。バーナーがいいよ。バーナー持ってくれば一人この一人一個肉持ってくる。乗って。いいな。バレるかな。まあバレます。前のマタユさんが人だったら OK だったね。思ったらお年で。嘘。なあ。若いうちは思いっきり暇を持てたと思うんだ。そうだよ。いや、暇を持て余してはいるんですけど。はい。お年で。まあやばいな。ECM行きます。はい。5秒前。4、3、2、1。おはようございます。真ん中もっこりポケモンゲットだぜ、森健二です。おはようございます。皮がむけたぜ、ゲットだぜ、徳ちゃんです。おはようございます。今日ゲットしたものはありません、ターマーです。FM ギノワンではユーストリームやツイキャス、サイマルラジオを使ってインターネットでもお楽しみいただけます。よろしくお願いします。はいね、徳ちゃんよ、朝からよ、はい、なんか額とか鼻とか違うよ、皮が全部剥げてから来てるんだけど、本当によ。フェイスブックにな、写真抜けてからな。皮の抜けた皮の写真ですか。皮が剥けただけ言うとおかしくなるよ。いやいやいや、なんでなんでなんで。そう、大人になった徳ちゃん。生まれ変わった。生まれ変わりました。顔にあるだろ、カーマインローション塗ったんだろ。塗ってない。塗ってない。わかる、カーマインローションって。うん、わかんないです。ヤングはわからないな。だった？白い容器ね。そう、白い容器で、はいはい、なんかどっか資生堂かどっかのメーカーでさ、はい、もうおじちゃんなんかもお子ちゃまの時はもう必ず母ちゃんが持ってたあの化粧水。へー。シャカシャカしたから。ちょっと白っぽくなってから、これがなんか気持ちよさそうにまたいい匂いだっけよ。あーはーはー、なるほど。うん。この匂い嗅いだな、なんかな、か、うん、母ちゃんの思いですよな。なんかちょっと嫌だな。あ、いい匂いだよ。あ、いい上等。あ、今でも上等って。あ、本当です、うん、ネットで評判、うん。あ、今でも売ってるん。あ、売ってる。あ、美白効果とかあるんですかね。多少あるんじゃない。うーん、僕はた熱を取ってくれると思って信じてやってたけどね。で、冷やしてや使ったら上等さ。うん。本当気持ちいいよ、デイジー。へえ、はい、ちょっとっ使ってみようかな。カーマインローション。カーマインローション。うん、カーマインローション。あ、いや、何の皮って書いてる。ちゃんと言おうね。はい、先週って土曜日、子供のサッカーで、はいはい、の審判で3試合やったら、わあ、もう真っ赤っかになって。そりゃそうですね。月曜日からどんどん皮が剥き始めて。月曜日から皮が剥き始めて。痛かったですね。で大丈夫でした。優しく。で、水曜日には完全に向けました。へぇー。今、ツルツルですもんね。大人になりました。ねえ、最近ね、もう日中暑いからね。うん、大変よ。森さんもサッカー、土日やってたでしょ。やってるよ。向けたもん、俺、鼻とか。あ、向けたのか。うん、
向けたいカーマインローション塗ってちょっと日焼け止めとか塗らないんですか思った次回から塗る。そうでしょう、うん、絶対塗った方がいいです。あ、海ビーチ行く時だけ塗るもんかなと思ったけど、うん、違うね。違います、違います。だってビーチとサッカー場なんか似たようなもんじゃないですか。下砂だし、うん、水はないよ砂が反射して、砂からこの日光が反射して。暑かったね、うん、でもおじちゃんなんかさ、はい、薄くあのオイルがあの膜張ってるから、はい、あのミンクオイルみたいな感じよね、うん、だから大丈夫、はい、本当に沖縄でいうヒングオイル分かるでしょ。ヒングって分かるでしょ。ヒング、うん、ヒングってあのなんか汚れとかさ、うんうん、ヒンガーわらばって言ったらもう本当に汚れてる子供のことを言うんだけどさ、そうヒングオイル顔についてるまとってくれてるんですね。守って、そうそう守ってくれてる。でもオイルだから逆に焼けそうですけど、ね、だるなでも本当に最近ずっと天気いいからね、うん、ねえ、なんだった熱中症対策もだけど、そうそうそう、肌の対策もしといた方がいいな。絶対した方がいいですよ、うん、ねえだね。飲食業もあれだね、もう熱中症対策やなんかメニューかなんか出したらね。ああ受けるんじゃん。どうなのかな。夏野菜とか結構使ったらいいんじゃないですか。そうそうそう、あ熱中症対策なの。なんか旬のものを食べると体にいいかなみたいな。ビタミンと俺かき氷しか浮かばないです。全然全然ダメですよ。冷やしマグロ寿司とかさ、うん、あ美味しそう。冷えてるし冷えてるしすでにでなんかそう塩分、水を補給するだけじゃなくて、うんうん、塩分と糖分も一緒に補給しないといけないみたいなんで、うん、じゃあかき氷に塩もかければいいですそっかそっか黒糖舐めたりとかで今日小学校今日まで今日まで明日まで今日まで、うちは今日まで、いいなぁ。一緒か、一緒じゃないですかね、うん、そうそう、20日まで。もう海行きました？私、行きましたよ。今週の月曜日に、うん、その、宜野湾、FM 宜野湾の、うん、トロピカルビーチのサテライトスタジオで、うん、特番をやったので、うん、2時間、うん、それで行きました。さっきましたよ、宜野湾が一番と思ってやってるぞ。宜野湾が一番言いましたね、言ってたかなそんな感じのことは、うん、じゃあ泳いだの。いや泳いでないですけど、うん、じゃあ行ってないんだでも足パチャパチャしたのはその前の前の週ぐらいに足パチャパチャして。足湯かなかなか暑くて、ね、もう昼は外に出たくないっす。いやーまだたぶんまだ若いからさ、はい、まだねちゃんと水着つけてドバーンって海に飛び込まない。いやでも沖縄の海でやっぱ水着つけるのはちょっとあれじゃないですか。痛くないですか。いろんな紫外線とか。だからさっき言ったさ、なた？カーマイローション。あ塗ってから海に入るから。あれはあったらよ。入って塗って海に入るだろ、はい。落ちて全部落ちて戻ってくる。そうですよね。で実は、はい、土曜日、うん、日焼けして、うん、サッカーで。うんで月曜日海行ったんですね。はいはい行った。南城市のあざまさんさんビーチ。ああいいですね。いいね。はいはい。でバーベキューして、うん、でビールも万内飲んで、うん、で子供たちもみんなバナナのこと初体験で、いいな、うん、楽しい一日を過ごして日焼けにさらに日焼けしたからこんなになってたんだよでしょうがない。バナナボート楽しいねやっぱね。めっちゃ楽しいですよ。うん、あれ乗り物用意したい。いやしないしない。本当にないですよ、うん。でも落とせ落とせって言って。そう落とせ落とせ。あの何年前だったかな。あのバナナボートあのうちの店長たちと、うんうん、だけでねあのレクで、はいはいはい、ビーチパーティーやったんですよ。おでバナナボート乗ってみんな社員店長たちね。はい。でそこに女の子一人店長さんいたんだけど、うん、であの落ちたらさ手離せばいいのにさ、うん、この子よ落とされてからずっと握ったまま引っ張られ続けてるわけで運転手さん落ちてる落ちてるって言って
だだだ上がれって言って手貸して上げようと思った。やめて何どうした、下が脱げてます上げないでってな。あれだよ、上手に構えたので。まあまあ絶対ありますねそういうことね。絶対あどこまで落ちてるまでくるぶしまで行ってます。よかったよかった、落とすなよ。よかったよかった。あ、水着ビキニ、ビキニみたいにつけたんだ。そうそうそう。だ、ダメだよ。競泳用水着つけんと。全部つながってるじゃないですか。いいな。受けたあれは。そういうハプニングはいいな。うん、欲しいな。なんかある？ハプニング。海でハプニングですか？うん、ハプニングではない、ハプニングはないですね。でもナマコをめっちゃ。ナマコで、ナメコ？ナマコ？ナマコですよね。あの、マンザビーチによくサークルのメンバーで行ってたんですけど、うん、あっちめっちゃナマコいるんですよ、うん、だからめっちゃナマコいるから、なんかこの誰かが捕まえてきて、うん、捕まえるとなんかナマコって白い液体ピッて出すじゃないですか、うんうんうん、あれをなんかめっちゃ投げてくるやつがいて。いやらしい。いやらしいな。ナマちゃんいやらしい。もうナマコが、ナマコがめっちゃ嫌いで、あの大変でした。これは誰のナマコかな。そこら辺にマンザ、マンザビーチの、ま、マンザで知り合ったナマコ。いやらしい。ギノワンいないですよね、あんまり。ギノワンはそういうナマコはいないよ。そういうナマコはいない。そういうね、森っていうナマコは夜中普天間のあたり。危険危険危険。たまにちょっと不死だらなナマコになるけどさ。はい、じゃあそろそろ2曲見ましょうね。はい、マイケル・ジャクソンのビリジン。え、しもったよ。でも、ナマコだんだん減ってきてるんだよね。あ、そうなんですか。あの、大陸の方々が旅行通りに取ってくって。へぇ、あれで乾燥させたら高級料理、高級料理って。そっかそっか。ナマコどんなに食べるの？焼いて、うん、え、でも普通には生とかで食べるんじゃないですか、うん、ナマコって。これはガチで。いやいやいや、うん、あの、皮っていうか、その切ってからコリコリして美味しい。ええ、うん、ナマコ食べたことある？ある。へぇ、二十歳ぐらいでも食べた。居酒屋でって普通。おー、イルカって食べたことあります？イルカ。イルカあるよ。イルカもなんか沖縄の。イルカはね、名護とか行ったら普通にスーパーに売られてるよ。ほー、あの、イルカっていうかヒートゥーって書いてある。ヒートゥー、うん、居酒屋で。あ、ヒートゥーは聞いたことある、うん、居酒屋でヒートゥー。あれイルカのことだ。あ、イルカ。本当のイルカですか？本当のイルカ。うん、本当だよ。だから、あの、名護とかのイルカ食べる習慣がついてて、うん、あの、赤身が結構強い、うん、お肉で、うん、ったあちらの美味しい、まあ、美味しいっていうか、うん、うん、まあ、まあ、食べた居酒屋が悪かったのか分からんけど、うん、まあまあ、うん、ほんとほんと捕まえてくるんですね、じゃあ、うん、うん、そうだよ、あそこ、そうだよ、あそこイルカ食べるけど時間を守るんだよ。ダメか。言ってる意味わかった？わかんなかった。もう一回言うよ。あそこイルカを食べるけど時効は守るんだよって。時効？時効。あ、時効。意味がわからんだろ。あんま変わらんけどな。時効が太ってるからかな。キャプテンさんから今度浜辺でバーベキューしようって来てますよ。あ、いいね。いいね。多分キャプテンさんの綺麗なお姉ちゃんいっぱい連れてくださいよ、うん、で、私のバーベキューの仕方は基本あのそこのビーチのスタッフが持ってきて片付けもやってくれるとこがいいわけ。いや、小さいって。いや、なんかさね、そんなとこあります？あの、だからアゾマサンサンビーチはこうやって機材まで持ってきてセッティングまでして、あ、食材を取りに行かんといけ、もちろん生物だから、で、片付けもそのまま
わがままです。わがままです。キャプテンさん、わがままですよ、坊ちゃんは。焼きはしますよ。そばも作ります。焼くは一応する。焼く。十分の食べる分だけでしょ。そう。なので、何か問題でも。死にしゃいて。疲れた後にまたこれもうなんていうのこの鉄板洗うの新難儀だよな。難儀さね。ステージ難儀。まあそうっすね。いやあれだよ、普段からやってないからだよ。そう。いや私でも普段はやらないけど、そういう時はやりますよ。あ、そう？うん。難儀だよ。ね、いやそういう時はなんかちょっと面倒見がいいよね。なんか。はあ。嘘はつかんでいいよ。たまちゃん聞いてみてください。誰に？お前のお母さんに？面倒見がいいってそういう時だけ。そういう時は面倒見いい。普段面倒見悪いの？いや別に悪くはないと思うんですけど。だから結構私サークルの中とかはあれですよ、うん、お姉さんキャラですよ。はあ、サークルって何のサークル入ってるの？エイサーです。エイサーサークル。おお。ほう。踊れる。踊れますよ。うん、いいね。あの誕生日サークルとかのじゃなくて？なんで誕生日サークル？さっきやばいのかというと誕生日サークルとか東大生がさ、うん、誕生日になったらお祝いする。お祝いするみたいな。ああ、ニュース出てたよ。ああいうの入ってまた騙されてるかなと思って、うちゃんも心配だったわけよ。エイサーサークルね。健全だね。健全、はい、で、エイサー終わった、練習終わった後、酒飲むでしょ。で、生子が出るわけ。うぇー、それダメよ。おじいちゃんは許さないよ。行きます。小川さんもお願いします。ギノワン、マーサムーン。このコーナーは毎回飲食業で頑張っている方々をゲストに招いて、お仕事の話やいろいろ聞いてみたいと思いますというコーナーです。コーナーだったかな。コーナーだった。最近来ないな。最近来ないな。もうゲストのポケモン読むか。ポケモン、ポケモン、ポケモン読むか。今日からだからポケモン GO だった。はい、ポケモン GO。 そうそう、日本でも配信開始するってテレビでやったんだけどさ、うん、まだやってないかな、夕方くらいかな。あれ iPhone だけとかなんかあります？いや iPhone とか Android 両方じゃない？へえ。あ、何なの結局これで iPhone を押してから見てからこのなんかポケモンが出てきてゲットするの？なんか詳しい詳細よく見てないかわかんないんですけど、なんか GPS 機能がついてるみたいな感じのことは聞いたような気がします。はあ。実際に自分で歩き回りながら、うん、ポケモンとバーチャルの中ではポケモンと遭遇してるみたいな感じなんですかね。へえ、面白いね。あれに熱中し、ね、あのしすぎてなんか事故ったりとかね、崖に落ちたりとか、蛇に噛まれたとかなんかあれ絶対嘘だよな。あれ絶対嘘だよな。盛り上げるためにだよな。崖落ちるよね。は？崖はなかなか落ちないと思いますけどね。落ちんよ。恋には落ちるけど。おお、かっこいい。やばいやばいやばい。もう最近枯れてるからよ。夏の恋は危ないですよ。危ないね。ひと夏感。でもあれだよ、あの宜野湾市内はさ、あのポケモン GO なくても、うん、あの宜野湾市内の飲食店歩いたらポケモンゲットできるよ。ね。一点一点ポケモンが、うん、ホルモン怪獣とかさ。いるよね。ジムはどこなんですか？ジムは。ジムの怪獣もいるよ、このでかいね。ジム？ジム。あのこのトレーニングジムの。あ違います、あの違うだけ、あのちょっと強い人がいるところ。ああ、あのカーブス。カーブス。分からない。意味分からない。カーブスに強い。カーブスに両強い。四天王が、四天王の一人がいる。いるよ、大きいのが。野添っていうのがね。ああ、いますね。野添門っていうのがいる。いや本当にもうね、宜野湾市内の飲食業のオーナーの方々みんなポケモンだからね。本当ポケモンみたいな人ばっかしだよ。面白いですね。本当にだらよ、まだ誰も捕まってないから、うん、誰も誰一人コントロールできない。野生野生野生ポケモンだから、ここにはちょっと来てくれないんですね。
なるほど。誰かが早くね、奈良さんとね、うん、そうね森さん、はい、よろしくお願いします。誰を主人公の武志だ、高志だったの。サトシか。武志サトシいいね、うん、絶対コントロールできない。あのおじさんなんか怖いよ。よし、野添も行けって。やべ、行けって。いや、ワード後輩やしって言う。怖いよ、怖い。そういえば今日このおじちゃんなんか、ポケモンおじちゃんなんか集まってからね、あのなんかお祭りの今日試食会というか、うん、なんかやるみたいね。お祭り、うん、何のお祭りですか。何月でしたかね。9月ですよね、うん、ちょっとまだ先なんですけど、うん、そう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 、あの9月の何だっけ、トロパ、トロパ、あ、トロパ、トロパに、そうそう、あの宜野湾市の飲食業組合もあの、まあ、出店というか、はい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 、飲食でね、うん、あのコラボレーションするんですけど、うん、そのメニュー作りに、へー、今日ね、うん、楽しそう。ポケモンおじちゃんなんかみんな集まって一生懸命メニューをね、メニューを今日なんとかの木の実とか入れられそう。いや、結構おしゃれなあれだよね、今回ね。うん、うん、ほんとんと。あ、どうですか、うん、ビーチに合いそうな。そうそうそう。ちょっとネタバレしても大丈夫かな。ダメですね。ダメですね。ダメですか。あー、気になる。普通のお祭りのあのメニュー、あの、あ、ポテトか。これはいいんじゃないですか。は？内容は今から決めるから。あ、だるな。あの、内容は内容って強みよね。内容はまだ内容。内容はない。内容はないけど、ちょっとおしゃれな感じ。ちょっとテーマはね、うん、もう本当にあえた普通のね、祭りじゃなくて、もうなんか、なんだ、バル、うん、スペインのバルをイメージしたメニューを。へぇ、はい。いいなぁ。昨日は結構多いですからね、そういうちょっとおしゃれな、うん、そう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 、バーみたいな、バルみたいなの。そう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 。ただ、美味しそうだよ、うん、イメージはね。へぇ、頭の中での妄想はね。もう行きたい、行きたい。試食係します。試食係。もう決まってる、自分がやるというか、もう決まってる。試食係。いや、たけし、あ、サトシ。あ、もういいよ、ケンジでいいよ。ケンジが。じゃあ、美味しいの、うん、作ってください、うん、楽しみにしてます。ケンジ、はい、ちょっと心配になるがろう。何、あのポケモンたち。何、あの、また騒いでるっけ。なんか飲食業だから、はい、あれもやろう、これもやろうって言って、うんうんうん、前、羽衣祭り出店した時焼き場が8カ所あったの。8品だそうなって、8カ所あるわけ、うん、焼き場がよ。大変で、集まったスタッフ3人だわけ。もう待てやって。一本ずつしても6個しかない。足りない、足りない。怖い怖い。いや、もうみんなね、あの店長オーナーさんがほとんどなんで。そうですよね。もう週末とか、うん、忙しい、うん、忙しくて自分のお店出れないから、うん、それも考えながらね、はい、確かに。あのアルバイトに来たらいいさ。トロパ、トロパ、うん、行きますよ。いっぱい食べれるよ。イエーイ。行きます、行きます。確かにな、人数考えてないから直しなんかね。あ、でも何品か今回食べに来いで、もう働け。おう、でも私プロですよ。飲食業のアルバイトは結構プロ。あ、そうね、プロですよ。3年ぐらいやってましたよ。すごいな。もう あれだったら、例えばさ、1店舗に、要は固定じゃなくてさ、うん、何店舗か渡り歩いてのアルバイトやったらいいの。フライヤーとかします。したら毎日違うところで食べれるんで。イエーイ。まあ、いいんじゃない。そういうなんか派遣業ですか、働き方も。飲食に派遣される。そう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 。でも一周回ったら太ってくっていうね。こっちから始まって、そうなる。こっち急なだった。こっちは急なんです。はい、急なからこうやって腹ぐすこうやって普天間こうやってわーって上原こうやって一周回って、王じゃないってこうやって膝から帰ってきて、膝から上がってきて12キロ太りました。太るよ。無理です、無理です。ダメダメだ、うん、結構楽しいと思うけどな。俺昔あのなんか那覇のホテルでバイトした時、はいはいはい、あの最初入った時はあんま見たかな、あの普通のファミリーレストランの所属だったんだけど、うん、やっぱ人手が足りないっていうことで各レストランからさ何名か集めてチーム作って、要はヘルプ係みたいな感じに作ったわけ。おー、ほうほう。だから各レストランこの忙しい時間帯、暇な時間帯があるから、忙しい時間帯になったらどこどこから呼ばれて、うん、はい、スクランブルですって言ってから、
ファミリーレストラン、急に上のフランスでレストラン、ね、料理行ったりとか、で中華行ったり日本食行ったり、一日こなして回るわけ。うわ、だから面白い、一日で世界の料理全部食えるわけだ。結局下げ物とかちょこちょこ味見とかするからさ、新楽しかった。でもマジによ太った。いっぱい働いてはいるけどなみたいな感じですね。本当これが楽しいんだよね、飲食店のね。でもごちゃごちゃしちゃいそうですね、いろいろありすぎて。そうそうそう、だから一月ぐらいかな、ずっとこうみんなチームであのトレーニングされてからさ、そうそう、この料理のなんかレシピだったりとか、はいはいはい、だからちょっとしたノウハウというか、ね、知識を与えられて、あ、作る係だったんですか？うん、俺なんか食べる係、食べる係、休止、ウエイターウエイトレスの方。コックはあれをできんよ。そうなんですね。そうそうそう、超楽しかった。いいの、いいね。まあとりあえずトロッパのあれは楽しみにしてますね。で、人いなかったら手伝ってね。うん、わかりました。あの、休止係で。はい、じゃあそろそろ3曲目いきましょうね。ダイナロス、タッチミーダモーニー。でもこうやってくんトレーニングもせずに回れるものですか？いやいや、だから一つ、まあ、商品提供、だから接客そんな変わらないから変わるって話。変わる変わる、だからコース料理とかも出すタイミングとかも全部違う。うん、これも習いながら、習いながら1ヶ月間とか1ヶ月ぐらい、あの普通あの長期のホテルやりながら、でみんなまた集めて、こんなトレーニングして、だから本当にうん、楽しかった、で、最後は一番下のディスコがあったもんだから、ディスコに行って、2時まで。超ハードだった。で、お姉ちゃん持って帰るからって持って帰れないし、あれ、キャプテンなんか、Facebook も読めて、みんなと疎遠ですわ。毎週飛行機、大変ですね、キャプテンさんは。でも本当にだいぶ壊されましたね。本当に昨日とか結構あのショベルカーで、地面ガンガンガンってやってて、こっちもなんかうん、また本当に言い過ぎ、本当に言い過ぎ、なんか最初自身ダチョウクラブみたいにガンガンって飛ぶんだよね。地面が震えて、こっちできたら楽しみだよ、本当に。うん、広い公園とかできたらいいですね。龍大は違う、多分ちょっとあっち側だと思うんですけど、でもまた渋滞でしょうね、多分。ここら辺もさ、駐車場とかでなんか広い駐車場作るって、あ、なんかこう上をまたぐ道路みたいなのもできるじゃないですか、あのベースをさ、上から通るやつ、は基地の上から通る道、上通すってこと、もうちょっと多分北南より北前、今あの上原の後ろ辺ぐらい道作る、あれは別のは別、あと別に基地の上でこの道通す、飛行機飛ばないですよ。あ、そんなこんなじゃなくてちょっと、あ、横から、多分なんか回ったりしてこう形に、ね、そうそうそう、こっち下トンネル上がるのか、基地の下、いい、あ、ほんとほんと使えるんですか、あ、使える、うん、あの米軍の方は、おじさんが小学校の時掘ってる。昔潜られてた。すごいな、掘りましたね。ポケモンいないから。だから昔、爪が真っ黒ってた。今日メールが来ないな。はい、というわけで
ね、最近なんかこの辺西普天間近辺、うん、工事が今すごいすごくなってるねって徳ちゃんと話したんですけど、はい、ねえ、でなんかさっきの話でトンネルがある、そうトンネルあるよ、あるある、基地の中にトンネルがあるんですね。そうそうそう、いきなりなんかなんて言ったらいいのかな、58号線というか、なんていうの、普段俺なんか通ってる道の下をくぐってあるトンネルが、うん、普天間基地とこう繋がってるけど、うん、あのあそこなんていうの、なんていうの、あのこのあのリージョンクラブがあるさ、ズケラン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 、はい、ズケランなのかな、そうそう、はい、あっちから入ってここまであの58号線まで行くところに、へえ、ちょうど道があってからさ、その下をトンネルが通ってる、へえ、うん、入ったことない、ないです、あ本当に、たまにあのサッカーの試合とかで前入ったわけさ、はい、そうそうそう、本当にすぐだよ、だから、おお、うん、俺なんか知らないとこでトンネル掘られてる、すごー、沖縄トンネル全然ないじゃないですか、うん、だからなんか寂しいなって思ってたんですよ、トンネル好きでちょっと、うん、何年待ったか、なんかトンネル通るとなんか楽しい気分になくないですか。なんか変な性癖持ってる名前が、いやいや持ってないですトンネル面白いかな、すずちゃんにもしかして、いやいや違うすずちゃん、あのトミトンの、トミトンの足火なのすずちゃんよ、ああすごかったあれ、あれもトンネル掘ってるの、違うトンネル掘ってないけど暗いとこにいてからよ、うん、あれなんでお化け屋敷、お化け屋敷、あのなんかストーリーがあってからさ、うん、なんか すずちゃんと友達がなんか隠れんぼしてたって、うん、で隠れんぼしててすずちゃんはこのトランクケースの中に隠れてしまったんだけど、なんかそれが鍵閉まったらしいんですよ、うん、でこれを分からずに友達がなんかえーってなんかトランクケースを、うん、あのなんか 階段の下に落としてしまって、うん、ですずちゃんはその中でもう背骨とか骨とか全部折れて死んじゃったらしいんだけど、うん、そのまま分からずにずっと置かれてたらしい、怖っ、背骨、骨が折れてないとこはまでは思い出話でしょ、うん、いやいや違う、そうでそれを 見つけてみたいな感じのだわけさ、へえ、唯一なんかそのすずちゃんがそのトランクに入ってることを知ってる子供がいて、せいちゃんっていう子がいて、うん、ですずちゃんがこのせいちゃんに復讐するというストーリーの中のお化け屋敷だわけ、うん、だからよ怖いわけ、必ずなんかこうネタバラシしてんのかな、あれダメですね結構じゃあなんかドロドロ系っていうかなんか、うん、怨念系のやつなんですね、怨念系っていうか、じゃあせいちゃん、俺せいちゃんそうせいちゃん役俺普通なんかお化け屋敷だったら通るだけでしょ、うんうんうん、じゃなくてなんかさせようするわけさ、これがもう怖くはないけどもう早くよもうお家帰りたいっていう気分になるわけよねえ、一人で入ったんですか、うん、息子と、ああそうそうそう、最初こっちの子供怖がりなんだけどさ、うん、もう小学校6年になってるからもう大丈夫で俺入れるよとか言ってたくせによ、最後俺の後ろにくっついてこんなして嬉しかったくせに人の背中こんなして引っ張ってからさはい、そういうひと夏の体験でした。どっちが先に入ろうって言ったんですか。あ、一応俺そうですよね、そう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 怖いのいいな、なんでちゃんだ仲間さぜよ、怖いのはいいよ、私もあの本とか映画とか見るのはいいんですけど、うん、体験しようとは思わないです ね、うん、お金1000円払ってまでお化け屋敷はね、うん、やだやだ、いやだよね、うん、ホラー映画もあまりなんかシャンプーしてるとき怖くなるんですよね。あ、分かる一番怖いシャンプーしてるときで、シャンプーし終わったと鏡を見るのがうまくて鏡見たらあるじゃないですてかもうずっと目閉じて流してすぐ上がるみたいなのやります。そうかわいい。でもたまにあれ見て普天間でもさ、うん、あの飲み屋でもお化け屋敷があるみたいな。そう普天間の飲み屋街にね、うん、なんとか海洋博っていうところがあやった商工会の偉い人のお店だ行ったらよ、お坊ちゃんがかなり説教されるって。なんでですか。おちゃんね、なんか偉い方々、偉いおばちゃんだからさ。へえ、もう本当にみんな説教される、みんな説教されるって人生相談みたいな感じですか、うん、お金払ってまで怖い思いして説教されるんだよな、うん、おしゃれ海洋博だな言っちゃった言っちゃった言っちゃった、ごめん僕知らないな
いいな、だからマジにおしゃれ会洋服って番組作りたいやつさ。いいんじゃない、普段なんか威張ってる社長がさ来てからさ、うん、なんかねこのママさんに叱られる。あ、いいですね、いいですね。いいんじゃない。姿を持つ。やるか。で、涙流してるの撮れたらすごいですね。いいね、本当に。なんか最近不景気で土日しか空いてないって。そうそうそう。あ、そっか。だんだんお化け屋敷化してきてる。うん、本当の。怖い。多分ケンジは怒られるな。怒られますね。第1回目のゲストは。絶対ゲットできないな。ゲットしたい。俺はマツキビルでゲットするぜ。はい、そういえばメールが1通来てるんですけど、はい、曲派さんで紹介しましょうかね。そうですね、はいはい、4曲目ですね、ライアン・リッチ、Say You Say Me。これなんかもうリスナー同士でやり取りするわけです。あ、こっちで喋ってこいつらこっちで喋るでしょ。あ、面白いよ。あそこ行ったことあります？なんか北、なんか中グスクかな、北中かな、なんかホテル、山の上にある。あ、なんか変、チャイナホテル、チャイナタウン、うん、結構遠くから見て目指すとこだよね。うん、沖縄の一番有名な、あれ幽霊好きなんだみたいな、ハイキューでしょ。うん、ここ北中にあるわけ。北中でしたね。北中って中グスクかな、329からなんか見えるよ。それ山の上になんか、なんかあるやつさ。うん、そうそう、怖いね。あんなとこ行った方がいいよ。行った方がいいよ。うん、うなぎ、うなぎ。もうついてくるやんの、うん、まだまだナマコがついてきた方がいい。まだ笑ってる方がいい。笑ってる、うん、そう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 。なんかね、お店の夏のキャンペーンとかね。だからね、うん、ないですね。うなぎないんですか、うなぎ。あの土曜の牛の日で。ないね。だからこんな時にポケモン、ほら今盛り上がってるさ、この時ポケモン寿司とかなんかこんなして勝手に作ったら大丈夫。ダメだね。ダメでしょ。適当にね。ポケモン寿司とか。のぞえもん。のぞえもん。え、言うなよ。俺絶対食うなよ。絶対。え、言うな、本当に。だけど、うちの組合のメンバーたち、酒飲むとすぐ進化系になるから。怖いよね。マジに怖い。本当に怖いよ。ねえ、いきなりなんかトラジルシのパンツ履いてくるんですね。トラからの。いい人かなと思ってたら、すぐ。面白そう。本当に進化系だったら手をつけられる。面白そう。でも、もう現地絶対抑えてる。ポケモンに。ボールに戻らない。本当によ。ピカチュウがピチュウなり。交代。最初海で。海で。そうですね。リスナーさんすごいな、こう見て。うん、中で会話するからさ。パイナップルいいな。食べたいよ。うん。嫌いですか？パイナップル食べ過ぎたらベロがなんか。ああ、ピリピリ。痛くなるでしょ。そこまでなんかならないんですよ。いくら食べてもならない。強いな。この私もダメだな。うん、パイナップル、昔おじさんがさ、石垣のおじさんがいたから、うん、いるわけさ、パイナップル畑持ってるから、
あの収穫の手伝いとかしたの、はいはい、もう 手とか全部もやられてよ、あ葉っぱで、葉っぱで、あ痛いですよね、 あの思い出があって、もうパイナップルプルは私あれでもダメで、キウイ、キウイも痛かった、ベル上げてくるんでしょ、それ多分食べる時期間違えてるんじゃない、違う違う腐ってないよ、早く食べ過ぎも酸っぱいじゃないですか、あ、うん、酸っぱいとかじゃなくて甘いよ、うん、だからこれなアクっていうの、アク、うん、多分強いから、パイナップルダメの人はキウイもダメで、うーん、だパイナップルは缶詰のパイナップルは最高だな、じゃあ最近流行ってるバイリスのパイナップルジュースは飲めないんじゃないんだ、売ってますよ、こっちに売ってる、こっちの販売、これでも甘いはずですよ、うん、結構、じゃあ俺お茶でいいよ果汁 10% ぐらいしかない、もうおじちゃんだから、体はお酒と水しか入れないジュースは入れない入る余分スペースなし10% です、7 BGM いきます、2、1、はい、なんかメールかなんか来てる？はい、メールが来てますね、はい、紹介します、はい、南の島のキャプテンさんからいただいています、ありがとうございます、はい、徳ちゃん大親友さっきメールが来ないなって言ってからあ、そうそうそう書いてあるんです、たまっちゃんの CM 中の今日はメール来ないなに反応してメールしました、わらありがとうございます、大変嬉しいです、森井さん、あ、ごめん、はい、あ、いいよ、またあるんだ、ごめんごめん、はい森井さん、徳ちゃん、たまちゃん、こんにちは、大橋巨泉さんが亡くなりましたが、あ、そうなんだ、あ、そう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 、皆さんは自分のリタイア時期をどう考えていますか、僕は50歳には完全に引退してゆっくりしたいと思っておりますと来てますけど、いいないいね、50歳で完全にリタイアしてもうウハウハですね、そう何でもできますよ、大橋巨泉さんもね50歳にもうセミリタイアかな、うん、今までテレビ番組と か, なんかラジオとか全部やめてからね、うん、カナダに移住したりとかして、うん、あ、そうなんですね、そうそうそう、そういう人生あるって結構みんな憧れて、俺も50になったら俺もね、セミリタイアとかリタイアしたいなと思ったんだけど、うん、現役だね、気がついたらねまだまだこんなもんいいな、ね、いいね、私は見えんな見えないで1週間で月水金リタイアしてるからいつもなかなか完全リタイアができない半分セミリタイアしてるのなんで飲んだらいつ夜リタイアしてるさ夜は試合ですよ大会ですよ全国大会出てきますよいろんなポケモンゲットするねいいな、じゃあもうお二人は生涯現役死ぬまで18歳やりましょうか鳥越えか俺は、うん、いい、でもそれもそれでいいですよね、この年までずっとやりたいことがあるって、やれることがあるのもいいかなと思うんですけど、だからね、うん、多分なんかでもまだもうリタイアとかそういうもう頭に、ね、思い浮かばないんじゃないの、なあ、そうですね、なかなか海外に住んでみたい気もしますけど、うん、うーん、なかなか思い浮かばないですね、老後何かしたいなっていうのは考えたりはしますけど、うん、ごめん、早っ沖縄20歳くらいでしょ22歳でもこの何歳ぐらいでそうしようかみたいな、うん、あ、何歳までに死にたいっていうのはあります、うん、嘘、ちなみに聞いてみよう、何歳ぐらいに死にたいの、75ぐらいまでに死にたいです、はあ、なんでボケる前に、まあそうですね、なんか結構体が元気なうちに死んだ方がいいかなみたいな、ああ気持ち悪い、自分の足で歩けるタイミングの間はいいよな、そうだね、いいかもしれない、うん、いわゆるピンピンコロリってやつでしょ、そうですそうです、うん、だからその年だったらもう事故とかでも全然しょうがないじゃあ主役の拳銃は健康診断もボロボロだから60ぐらいではあ大変だよ、もう押したらナマコみたいにピシューってできるな甘く真っ赤な甘く真っ赤なほんと拳銃汁がいっぱいピシューってピシューピシャーってすごいな、すごい、もう腐ってるいやいやいや、まだいけますから、まだまだ、あ、そう、
頑張りましょう、ずっと頑張ろうね。あの徳ちゃんのギノワンマーサも2人でコンビやってみてね。60度倒れるまで目指せ沖縄マーサモにしてる。徐々になんかあの病院の紹介とかになってくるかもしれない。お前いいこと言うな。こちらが今サービスが行き届いた病院で内科はこっちで。ここのナースがプリケツです、ね。番組変わってどんなマーサモ。だから高齢者向けのちょっと入り分泌みたいな。ますます元気なあのおじいちゃんおばあちゃんが増えそうですね、こんな番組やってたら。死ななじゃない。なかなか死ねないです。ウケる。まあ、私も老後はでも沖縄に帰ってきたいなと思うんで、うなんかあやりましょう。やるか。マーサム。マーサムやりましょう。タマが75ぐらいだったらうちら死んでる。いや、いけますよ、いけますよ。いけますよ。タマ丸顔や。デージで。本当にスターウォーズのオビワンケノビーみたいな。わかる？何でしょ。おじいが後ろなんか、うん、ほらなんかあ違うか、あれヨーダだ、ヨーダ。ヨーダでしょ。ヨーダ。はあ。ね、いやもう早く帰れ俺も。うん、大丈夫。大丈夫、全然大丈夫ですよ。まだまだ。まだ6年生の子供もいるのよ。あ、だるな。まだ。そう考えたらあと10年はもう。ねえ、うん、大変よね。で、なった？ラッシュ誰が散歩させる？俺。だろ。ラッシュ可愛いよね。一番。息子は可愛いと言うけど、ラッシュ可愛いよね。いや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 。本当にもう何の番組でこれ。森さんの番組で、そうポケモンの番組ですよ。ポケモン番組だった。ああ、だもう10月から始めてるけどまだ1匹もゲットしてないから。ゲットできず。本当にちょ入れ込もうとはしますけどね。ボールの中に。じゃあ今日そろそろ本丸行って、じゃあゲットしようかな今日は。そうですね、うん、宮平怪獣を。いいね。徳ちゃんなんかあれもなんかもうこの夏場お店でいろいろイベントとかキャンペーンとか今後売りたい商品とかなんかイベントというよりは、あ、うん、新しくですね、はい、あ、これ宜野湾ないから次にします。宜野湾はないって、うん、あ、そうなんですね。店舗の方ね。店舗の方で、うん、なるほど。で、これピザなんですけど、はい、これ那覇のお店と浦添のお店、うん、キャプテン浦添のお店ですよ。ネットでビバパエリアっていう検索したらパエリアの、うん、もうピザがおとピザがお届けしますで、今スタートしました。ビバ？ビバパエリア。ビバパエリア。パエリアね。へ、ピザがピザじゃなくてパエリアをお届けするわけ？します。すごいね。でホームページもあるんで、そのままネットで注文して、食べたい食べたい。なんでこれ沖縄の人か宜野湾とかやらないわけ？まずはスタート需要どんだけあるかが分かんないから。あ、なんかパエリアって聞くだけで美味しそうだよね、うん、美味しそう、ね、だってお家でなんかこのちょっとおしゃれにワインとか飲みたいわみたいな時、うん、頼めるじゃないですか、うん、ね、うん、だからこのなんか、あ、うちはつながやらないですけど出さないですけど、うんうん、でしょ、ま、あのさっきのトロパ、あ、トロパバルもそんな感じでね。あ、そう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 。いいイメージはよ、うん、だただ祭りだから米は使えないから、うん、パエリアは出ないと思うんですけど、うん、お米使えないんですか？お米難しいわけ、うん、今は。そうなんだ。衛生上屋台とかでお米はなかなか出しづらい。うーん、だよね。そうなんですね。そこで炊かないといけないから、うん、そうそうそう。あー、なるほどなるほど。あー、なるほど。今日もまたじゃあ、ね、そういうアイディアが食会で出るかもしれない、いろいろね、うん、パエリア食べたい。もう頭の中あるだろ、ナマコとパエリアだろ今日。ナマコもいらない。ナマコのパエリア。いいね、ナマコのパエリア。プシャーって感じでね。プシャー。丸々一匹乗ってるんですか。もう丸々パエリアのど真ん中にナマコがドドンだろう今日。これやばいな。やばい、これはやばい。なんかパッと見目を閉じてる人みたいな。
これは食べたくないな。嫌だな。でもちょっとオリーブオイルと合いそうですね、なんか。ナマコ。あ、合うかもよ。なんかナマコのカルパッチョみたいな。あ、でも本当に美味しいんですか。美味しいよな。なこれ、あ、味はねそんなにないけど、うん、この食感がちょっとコリコリしてて、うん、縁側みたいな感じじゃないですか。うんうん、うん、そうそうそう、縁側のちょっと縁側は綺麗だから見た目も綺麗だし、あ、一緒にしないで。いやいやいや、食べたいな、久しぶりに。お寿司食べたくなってきましたね。うん、お寿司とは雅だからね。こっち届けてくれます？届けるよ。イエーイ。え、こっちまで届けるの？ギノワンから。ああ、そっか。うん、はいはいはい。じゃあ水曜日に。水曜日にな。あれ、おねだりターマン。あれ、明日、あ、来週どこでやるんだった？はい、トロピカルビーチのサテライトスタジオで。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、水着で。はい、じゃあそろ締めましょうね。はい、はい、この番組は有限会社高安酒販、紀の湾市飲食業組合の皆様の提供でお送りいたしました。はい、来週はビーチでやります。こいつに聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。お腹すいた。みんなこんなレジュメとか持ってくる？持ってくる人もいれば持ってこない人もいればみたいな感じですね。半々ぐらいですね。じゃあやっぱうちまともなんだろうな。まともだよ。はい、ライブ終了。